こしましょう。笑うと負けよ。あぷぷ。あはははは。あはははは。どうも、のっぺらぼうです。人生初めてにらめっこで勝ちました。しかも相手は氷の女帝、雪女さんです。おかしい。無表情にも程があるでしょ。あ、重い。あ、重い。死ぬ。死んじゃう。かつてこれほど彼女を笑わせた妖怪はいたでしょうか。いや、誰も一匹たりとも存在しない。そう、この僕こそが唯一無二の存在。彼女を笑顔にできる妖怪はのっぺらぼうただ一匹なのです。次の日の授業中。あはは、おっほ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 っ。僕の時代終わった。いや、まだだ。雪女さんの笑顔を失うわけにはいかない。僕だけが彼女を笑顔にできるんだ。後に彼は人間界で行われる学生漫才コンテストで優勝を果たすのだが、それはまた別の話である。落とし物ボックス。かっそう。あれは、どこだ。殺してんごじゃ。お前も落とし物したの。カッパくん。いや、私は友人に頼まれて見に来ただけです。そうなんだ。あははは、俺の方はあったわ。よかった。そっちは見つかった？いや、ないみたいですから諦めます。友人にもそう伝えますよ。これ見ろよ。痛い歯打ち輪だな。まさかこの歯打ち輪ガラス天狗のだったりして。なわけないですよ。アニメなんか興味ないですし。いや、俺のアニメの2期が決まったのが嬉しすぎて学校に持ってきちゃいました。冗談だよ。カラス天狗って女子受けいいし、オタクイメージないもんな。ありがとうございます。これも見てみろよ。剣にアニメってやばすぎるだろう。絶対3組の落ち武者だぜこれ。あいつオタク顔じゃん。いや、俺の鉄の成分で色変え作った俺の傑作。うわあ、これ痛そう。力じゃね。まさか青タボか。俺のこれも痛グッズじゃん。俺のその後、無事に痛グッズを回収したカラス天狗はフル装備でイベントへと向かった。